よし、止まれ。大歓迎じゃねえか。こうして見ると絶望的な気持ちになるね。絶望は力だ。時にはな。まだ温存しておけ。で、どうすんだ。派手な正面突破が絵になるぜ。あんた何しに来てるんだ。あ、裏へ回ろう。この先に駐車場の入り口がある。完全に警戒態勢だよね。光栄だぜ。俺たち以外にも敵がいるんだろう。アバランチの本体、あるいはウータイ。ウータイとは休戦中だろうが。休みはいつか終わる。本物の脅威ってやつを教えてやる。俺たちの目的はエアリスの救出だ。余計な騒動は避ける。うまく立ち回る。待ってるよ。ただな、俺の中で真っ赤に燃えてるこの半神羅の炎をどうしてくれようかって話だ。ボムだって我慢する。あれって神羅の車だよね。飛び乗るぞ。外はどうだった？そっちは？異常なし。問題ない。了解。よし、行っていいぞ。誰もいねえな。ああ。エアリスの居場所、見当はついてるの？おそらく科学部門の研究施設だ。どこにあんだよ。多分上の方。ずっと上だ。多分かよ。確認しようか。受付でわかるかな。綺麗な建物。はっ、ムカつくぜ。ピカピカの壁、いつか粉々にしてやる。明日以降で頼む。封鎖されてる。触らない方がいいよね。す、
生意気な。とにかく上へ向かおう。え、どうやって上がる？この先にエレベーターと非常階段が。研究施設はすんげえ上にあるんだろう。エレベーターに一票。鍵がねえと上がれねえってわけか。このビルの鍵はカード型みたい。カードキーならどこかで見たな。受付か。だがどうする。上から行けないかな。ほら、あの照明を伝っていけば届くかも。無理だろう。私がやってみる。あ、この中なら私が一番身軽でしょ。二人は見張りをお願い。じゃあ行ってくるね。気をつけろよ。任せて。これでセキュリティを解除できるかも。え？うまくいったな。ん？何もしてないけど。ま、いいじゃねえか。ティファ、研究施設が何階にあるか調べらんねえか。ちょっと待ってね。あった、北条博士の研究施設65階だね。エレベーターか階段で59階のスカイフロアまでは上がれるみたいだけど、そこから上はそのスカイフロアの受付で手続きしないとダメみたい。ひとまず59階だな。うん、上へ参ります。ドアが閉まります。上はどうなってんだろうな。重要施設も増えてくる。これまでのようにはいかないだろう。なんだ。10階です。ドアが開きます。マラ、肝が冷えたぜ。通報されてないよね。そんな時間はなかったはずだ。ドアが閉まります。また止まるかな。みんなは階段を使え。階段を。また出くわしても速攻で片付ければなんとかなるだろう。早速おいでなすった。20階です。ドアが開きます。シュッと頼むぜ。なかなか上まで行けないね。階段に移ってもいいぞ。それはない。30階です。ドアが開きます。
ドアが開きます。気を抜くな、来るぞ。されただろうな。40階です。さあどっちだ。ドアが開きます。うん、あ、うん、こっちは大丈夫。母さんこそ怪我はなかった？そっか、安心した。え、そんなひどいな。上へ参ります。ドアが閉まります。いや、まだ何も分かってないよ。アバランチがまたいつ攻撃してくるかわからないから、くれぐれも気をつけて。うん、それと、シンナにも家族のために働いてる人がいて、帰る場所があって、待ってる人がいて、もちろん分かってたことなんだけど、なんだかきついな。善人なんだろうが、連中は自覚なき共犯者だ。そういう連中の意識を変える必要がある。自分たちの売ってる魔法が星の命に等しいってことを自覚してもらわねえと。そうなれば世界は変わる。総会で聞いたよな。うん、ティファ、エアリス救出に集中しよう。うん、そうだね。59階です。ドアが開きます。70、80、90、100、110。魔鋼濃度の過飽和を確認。冷却用マテリアによる法令を開始。スカーレット様、会議のお時間です。あなた、声をかけるタイミングが最悪。魔鋼濃度、マテリア構造、ともに安定しています。核マテリアの質量増加を確認。洒落てんじゃねえか。行くぞ。見学ツアーのお客様ですね。見学ツアーのお客様は60階、61階、62階、63階と順番に進んでいただきます。各フロアの出口に更新機がございますので、そちらでカードキーを更新していただきますと、次のフロアをご利用になれる仕組みとなっております。それでは皆様、見学ツアーを心ゆくまでお楽しみください。たく、めんどくせえな。ちょっと変じゃなかった？うまくいきすぎている。やっぱりそう思う？罠？それならそれでいいさ。帰り討ちにしてやる。ミッドガルを壊して、おい、見ろよ。クラ
ガード来て。許せねえ。ここに来た奴らはこの夜景を見て綺麗だ絶景だって喜ぶんだぜ。あの明かりの一つ一つが星の血を命を削って灯ってるんだってことに気づきもしねえでよ。うん、俺も一瞬うっかり感動しちまった。にしてもカードキーばっかりだな。神羅の中枢だ。仕方がない。出たな元神だ。でかい組織のやつほど仕方がない。ああ仕方がないと。すべての魔航路と支柱をチェックしてください。はい、そうです。いえ、すべてです。どこにどんな影響が出ているか分かりません。少しでもおかしなところがあれば報告をお願いします。よろしいでしょうか。ああ、すまない。こちら7番街の被害報告書になります。少し休まれた方が。いや、会議までに被害状況と大まかな再建計画だけはまとめておきたい。たとえどんな目的があろうとも町を落とすなんて正気の沙汰ではないな。統括会議でそのような発言は決してなさらないように。分かっているさ。シンラカンパニー本社ビル見学ツアーへようこそ。今度は何だ。こちらメモリアルフロアではプレジデントのこれまでの歩みや我が社が展開する数々の事業について、また魔鋼都市ミッドガルと魔鋼エネルギーについて、それらを3つのブースに分け展示しております。はいはい、ご苦労さん。自分大好き野郎ってこったな。皆さん、見学ツアーお楽しみいただけてますか？プレジデントやシンラカンパニーのこと知っていただけました？プレジデントの思い出の品が目にできて感激ですよね。展開している事業について部門別に詳しくご説明したいと思います。え、こんなこともやってたの？と驚くこと間違いなし。お楽しみに。よく見るやつだね。散々スクラップにしてやったぜ。
いかがでしたか？シンラカンパニーが手掛けている事業やそこから生み出された結晶の数々ご覧いただけました？我々はこれらを駆使し日夜皆さんの安全をお守りしているのです。次のブースでは魔鋼エネルギーや魔鋼炉のこと、ミッドガルのことを全て説明しちゃいますよ。お楽しみに。こちらは1万分の1スケールで作成したミッドガルの模型となります。ご覧いただけますように市街地を取り巻くように設置されました8基の魔鋼炉が日夜魔鋼を吸い上げております。そもそも魔鋼とは地下に眠る無尽蔵の資源、それを我々が採掘し電力に変えて、または高性能の燃料として皆様にお届けしています。魔鋼エネルギーの普及により我々の生活は格段に豊かになりました。明かりが途切れることはなくなり、ミッドガルは眠らない街として世界の中心となる大都市へと成長したのです。嘘ばっかりじゃねえか。魔鋼で生活が豊かになるのは本当だ。豊かさってのは目を曇らせるんだよな。俺にもそんなことがあったぜ。だから余計ムカつくんだ。おめでとうございます。これであなたもシンラ博士。それでは続きまして、シンラの英知と最新テクノロジーを結集しました61階ビジュアルフロアへとお進みください。こちらビジュアルフロアではシンラの最新テクノロジーを駆使して制作した全く新しい映像体験をお楽しみいただけます。ぜひとも全身でご堪能ください。かつてこの星には古代種と呼ばれる種族が住んでいました。彼らは星の開拓者と呼ばれ、我々が魔鋼を発見する何千年も前から地中に眠るエネルギーの存在に気がついていたと考えられています。それだけではありません。驚くべきことに彼らは魔鋼を独自の技術で加工し活用していました。その片鱗は一部のマテリアとして現在でも目にすることができます。こんな言葉が残されています。我ら星より生まれ、星と語り、星を開く、そして約束の地へ帰る。史上の幸福、星が与えし定めの地。しかしそんな彼らも今はいません。
約2000年前に星を襲った隕石により滅びてしまったのです。果たして彼らは約束の地にたどり着けたのでしょうか。それは誰にも分かりません。月日は流れ、シンラカンパニーがまるで古代種の歩みをなぞるかのように魔法をエネルギーとして活用する方法を編み出しました。穏やかな気候、豊かな自然、そして溢れんばかりの魔法エネルギー、そんな土地がこの広い星のどこかで我々が来るのを待っています。シンラカンパニーは古代種が夢見た約束の地を一日も早く皆様にお見せするべく、これからも日夜努力を続けてまいります。終わりか。どうしてだろうね、わしとしたことがラードを切らすなんて。脂肪の入っていない紅茶なんてただの苦いお湯だよね。うひょー、うん、え、どういうこと。まだ頭がクラクラするんで、とんでもねえ映像を流しやがって、子供が見たら泣いちまうだろ。ただの映像じゃない。あの隕石なんだろう。だからそういう映像だろ。お待ちしておりました、アバランチの皆様。私、ハットと申します。ドミノ市長の使いでお迎えに参りました。市長っていうのは、あのシンラの言いなりドミノのことか。はい、世界一の魔法都市ミッドガルの市長であられるドミノ様のことです。ビジュアルフロアにて異常なシステムエラーを感知しましたので、アバランチの皆様がお困りになっているのではないかと。市長が俺たちに何の用だ。それは直接お聞きください。ついてこいってことか。本当に市長がいるのかよ。
こちらです。罠だったらただじゃおかねえからな。